皆さんこんにちは。女優の内田有紀さんと俳優の吉岡秀隆さんは結婚していましたよね。今の若い人は知らないかもしれませんが、内田有紀さんは結婚して芸能界を引退していました。その後離婚して芸能界に復活しましたけど、離婚の理由は何だったのでしょうか。離婚の真相やその後の2人についてもご紹介しましょう。内田有紀さんと吉岡秀隆さんは2002年のドラマ北の国から2002遺言で共演し、それがきっかけで交際に発展し結婚されました。結婚したのは2002年12月で、ドラマの舞台だった北海道富良野市で挙式を挙げています。また人気のあった内田有紀さんですが、結婚し芸能界を引退しました。とてももったいないって感じですが、専業主婦としての道を選んだんですね。しかし2005年12月21日に離婚されてしまいました。結婚生活は3年と短かったですが、どうして離婚したのでしょうか。離婚の原因の一つと言われているのが、内田有紀さんが専業主婦になり家にいて寂しかったということです。結婚するまで芸能人として多忙だったでしょうし、家でゆっくりできたのは嬉しかったと思います。また最初の頃は家で旦那の帰りを待つ生活も楽しかったのかもしれません。それでも次第に専業主婦の生活がつまらなくなったと言われています。旦那の吉岡秀隆さんも人気俳優ですし、映画やドラマの撮影などで家を空けることが多かったのでしょう。そうするとその間一人で家にいるのは寂しかったのではないでしょうか。ちょうど結婚した当時は吉岡秀隆さんは主演ドラマドクター孤島診療所シリーズを撮影していた頃で、撮影は沖縄だったらしいので本当に家に帰っていなかった可能性もあります。せっかく結婚したのに二人で一緒に生活できないっていうのは残念ですよね。ということで、一人で寂しかったので離婚したというのが一つ目の離婚理由です。続いて二つ目の離婚理由ですが、吉岡秀隆さんが内田有紀さんに DV をしていたというものです。こちらは噂として結構言われていました。吉岡さんってとても真面目そうに見えますが、そういう怖い面もあるのかなんて思いもしましたが、こちらはどうやらガセネタのようです。だいたい吉岡さんは撮影が多忙で家にいなかったのに DV するはずはきっとないのでしょう。明確な証拠もないので単なる噂だと思われます。それこそ優しそうで真面目そうな吉岡秀隆さんが、実は家で内田有紀さんに暴力を振るっているという想像をしている人もいるのかもしれません。ギャップがあるかもって思ってしまうのもわかります。続いて3つ目の理由ですが、吉岡秀隆の性格や束縛に耐えられなかったという噂です。噂なのでわかりませんが、吉岡さんはとても気難しい性格だったという話もあります。真相を確かめることはできませんが、もしそうだとしたらやはり結婚生活は長く続かないでしょう。また束縛する性格で内田有紀さんを独り占めしたかったという噂もあります。だからこそ芸能界引退して専業主婦になったとも言えますね。束縛がすごすぎて自由になれなかったという可能性もあります。それなのに吉岡さんは仕事が大事で家にいなかったのだから、内田有紀さんから離婚を切り出したということです。手紙を置いて家から出て行ったというのが真相のようなので、吉岡さんにとってはショックも大きかったでしょう。吉岡さんとしてはあまり束縛していると思っていなかった可能性もあります。受け止め方の違いっていうのもありますし、それだけ内田有紀さんは追い詰められていたと言えますね。4つ目の理由は、2人が子供に恵まれなかったことです。内田有紀さんと吉岡秀隆さんの結婚生活は3年間でした。その結婚生活で子供はできなかったようです。先ほども紹介したように、吉岡さんはドラマや映画で忙しく家にいなかったことが多かったようなので、子供ができなかった可能性もあります。二人でいる時間が少なかったと言えますね。内田有紀さんが一人で寂しかったとも紹介しました。それなら子供がいたら離婚もなかった可能性もあると思います。二人
人の愛の結晶の子供ができて、子育てというものがあれば一人でも寂しくなく結婚生活も続いていたかもしれません。子供を欲しかったかどうかは分かりませんが、内田由紀さんは幼い頃に両親が離婚しており、とても家族というものを大切にしていたそうです。なので子供もきっと欲しかったのではないでしょうか。子供ができなかったから離婚したということは十分考えられます。もしかすると内田由紀さんは子供が欲しかったけど、吉岡さんは子供が欲しくなかったという二人の考えの違いなどもあったのかもしれません。5つ目の理由は二人の結婚観の違いです。内田由紀さんは家族をとても大切にしていて、家族愛が強かったと言われています。温かい家庭を築きたかったということですが、吉岡さんがそう思っていたのかは分かりません。吉岡さんは家庭よりも仕事を優先していたのではないでしょうか。それが内田由紀さんは許せなかったとまでは言いませんが、悲しみ結婚観の違いとして認識したのかもしれませんね。内田さんとしては結婚してもう少し吉岡さんに仕事をセーブしてほしかったのかもしれません。二人の時間を作って一緒に新婚生活を楽しみたかったということも言えるでしょう。しかし現実は温かい家庭ではなく、寂しく一人で過ごすという生活で、それが耐えられなかったということでしょうか。結婚する前に結婚後のことを話し合っていたかどうかは分かりませんが、結婚したら思っていたのと違ったということは大いにありますよね。それが離婚の原因になりうるとはよく言われています。離婚した後、内田由紀さんは芸能界に復帰し、今も現役で女優として活躍しています。また私生活では再婚はしていませんが、俳優の柏原隆さんと事実婚とも言われています。2009年から交際し、それからずっとということで長いですよね。2020年には柏原さんがマネージャーとして内田さんを支えているなんて記事も出ていました。お互い離婚しているので再婚はせずに良きパートナーとして生活しているようです。続いて柏原隆との関係についても探っていきましょう。内田由紀さんは柏原隆さんと結婚間近と報じられながらも事実婚状態を続けられています。交際期間も13年経ち、一緒に暮らし始めて5年以上も経つそうです。なので現在の旦那さんは柏原隆さんと言ってもいいくらいかもしれません。2人の出会いは1995年の放送されていたロッテガーナチョコの CM や2001年のテレビドラマビッグウィングで恋人役を演じたことで知り合いました。その後は交際などはなく別々の道を歩んでいますが、2009年に友人の紹介で再会して交際に発展したんだとか。実は柏原隆さんも内田由紀さんと同時期に結婚と離婚を経験していることから、お互いの気持ちが理解できたりといったことで意気投合したのではないかと言われています。柏原隆さんは現在内田由紀さんのマネージャーをされているという噂もあるくらいです。ずっと一緒に過ごされているということになりますね。そんな長いお付き合いのお二人ですが、内田由紀さんと柏原隆さんはどうしてご結婚されないのでしょうか。ここからは内田由紀さんと柏原隆が結婚できない理由について3つ紹介します。どうして結婚しないの？お似合いだから待ってるのに、といった声も聞かれるほどのお似合いなカップルですが、その理由を紐解いていきましょう。一つ目の理由としては、もう失敗したくないからということが挙げられます。一度結婚に失敗した方が誰でも思うことだと思います。一度結婚に失敗するともう失敗したくないなという気持ちが強くなってしまいがちです。また二人の関係が良好であれば、籍が入っていなくても幸せなのではないかと思います。内田由紀さんは形を持つことにはあまり意味を感じなくなってきたと、結婚することに特別な魅力は感じていないんだとか。形にとらわれないというのは、なんだかお互いの信頼も高いという感じがするので、とても素敵ですね。二つ目の理由には、子供ができなかったから
というのもあるようです。一緒に住み始めた頃に子宝に恵まれるとして有名な神社に行っているお二人が週刊誌に撮られています。一緒に住み始めた頃は子供がお二人とも欲しかったのではないでしょうか。今現在も子供を授かったりはしていないので子供ができたら結婚したという可能性は高そうですね。こんなお二人の子供さんだったらとんでもなく綺麗なお顔の子供さんが生まれてきそうです。続いてフライデーで報じられた3つ目の理由には柏原隆さんが前の結婚の際に起こしてしまった傷害事件が関わっているのではないかと言われています。柏原隆さんは畑野博子さんとの結婚から半年後に洗車中に車の止め方が悪い車に注意したことで路上で一般人とトラブルとなり顔面を殴って軽傷を負わせる傷害事件を起こしてしまいました。この事件によって出演予定のドラマは降板、傷害罪で罰金刑を受けたことで一時活動自粛にまで至りました。その影響で畑野博子さんと離婚したそうです。畑野博子さんが現在所属する芸能事務所グリックは須保育夫社長の義理の息子である須保亮さんが代表を務めていて内田有紀さんは芸能界のドンと言われている須保育夫社長が率いる芸能事務所バーニングプロダクションに現在所属しています。このようなことも畑野博子さんとの離婚や傷害事件は結婚しない理由になっていそうです。年を重ねるごとに綺麗になっていく女優としても知られている内田有紀さん。内田有紀さんは奇跡のアラフォーの下半身とも評されてもいるようです。美しさをキープできる秘訣は男性絡みによるものが大きいと言われているのでいつまでも美しい秘訣は柏原隆さんの存在がかなり影響しているものと思われます。ある出版プロデューサーは美熟女界の若手である40代前半で最も注目されているのが内田です。新たなスター誕生と言えるでしょう。ヘアヌード挑戦もいいと思います。想像するにおっぱいはプリップリの D カップ巨乳、ギャラは1億円、それでも出版元は十分儲かるはずとコメント。ヘアヌードでギャラ1億円ともなればもしかしたらとも思ってしまいますよね。これからの内田さんの動きが楽しみです。今回は女優の内田有紀さんについて柏原隆さんと事実婚を続けながらどうしてご結婚されないかということについてお伝えしてきました。お二人とも一度ご結婚の経験もありますし、もしかしたら事務所のことなどが原因という可能性、子供を授からなかったということも考えられますよね。しかしとても仲良しなようなので事実婚でも何も問題がないように感じます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。